家田翔子チャンネルへようこそ。いつも家田翔子チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。前編に引き継ぎまして、今回もハニトラ梅木さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コラボでやっておりますので、はい、ぜひ両方のチャンネルをご覧ください。お願いします。前編ではすごい怖い海外の話を。そうですね、はい、でもなんか伝えるっていう仕事をしてる人はもしかしたら明日そういうことが起こるかもしれない。いや、そうですね。で今日は、はい、今回はどういう話をしていただけますか。そうですね、今回も権力にまつわる僕が聞いたお話でございますね、はいはい、日本でこう、まあ、悪いことをした人ってまあ捕まるじゃないですか、はいはい。でこの誰が捕まえるんだって言ったら、警察の方じゃないですか、はい、なんかこう、まあ、日本の、ね、この平和が守られている犯罪者がこう自由にならないというのはやっぱりこの警察のおかげなんですけど、それが、まあ、ちゃんと機能しないところがやっぱりあるんだということ。まあ、日本の北側とだけちょっとお話しさせてもらいます、はい、でそこでですね、まあ、あの農園をいろいろされている方がいらっしゃったんですよ、はい。でまあ、この方っていうのが、まあ、もちろんこの地元でねお仕事をされてて、結構このなんていうんですかね、地元でもまあ有力者というか、かなりこう力を持ってる方で、そこのこのお仕事のおかげでその町全体がもうかなり潤ったっていうんですよ。で中にはこうテレビの取材が来たりなんかするほどこう有名なこの場所だったらしいんですよ、はい。でここで、とあるですよ、事件が、まあ、起こるんですよ。これがなぜ僕が知ってるかっていうと、はい、たまたまこれ取材に行ってるまたこの知り合いの方がいらっしゃって、はい、その方がその取材期間中にそれが起こったっていうんですよ、はい。で俺まあ取材をこうね重ねてるうちにその人のそのまあ頑張りであったりとか町に対する貢献なんかも見えてて、でまあちょっとみんなで懇親会なんだって言って話をしてて、こう晩ご飯を食べて、でお酒を飲んでってして、でお酒を飲んだ後にその牧場主の方が車を運転して帰るよと、はい。でまあそれちょっとでも酔っ払って危ないんじゃないのって言うけど、いや大丈夫だって、こんな農道からこっからな、お前家に帰るまでなんていつも通っててお前一本道やねんか、今までそんなことも一回もないんやからみたいなことで運転することに、あそういえばそのもう自分も一緒に帰るやろって言って女の子を横に乗せて帰った、まあ、心配はしてたんですけどいつものことやからという調子でこの、まあ、肩、はい、運転して帰った、はい。そしたら事故が起こってしまうんですよ、はい。ちょっと大変なことになったから来てくれっていう連絡があったんです、はい。でまあその全員ではこう行かん方がいいやろみたいになってこう数人かだけでこう行ったっていうんですよ、はい。で現場に行くと本当にこのちょっと農道から軽トラですよ、バーンと下に落ちて田んぼにこう車体が突っ込んでる状態で、その前でえらいことなってもうたよっていうこの牧場の主の方、はい、まあ、40代ぐらいの男性なんですよ。女性はで、この女性ですよ、取材してたディレクターさんと一緒にバーッと近づいてバーッと見たら、はい、車内にいないんですよ、女性。と思って見たら前のこのフロントガラスがバーンと割れて外れてるんですよ、はい。そう見たらちょっと血の跡もついてるから、いやこれバンとぶつけて飛び出たんじゃないかって、でわーって暗い中携帯のライトがこうやってため照らしながら見たら、もうほんとあんま言葉にはもうできないぐらいですよ、顔から多分突っ込んだでしょうね、首がもう人間では考えられない角度にこういうふうにやると曲がって土の中に突っ込んでるその女性の方が、はい、もうこれは誰が見てももうこれはもう亡くなってるな、やっぱりお酒なんか乗るもんじゃないやんかって言って間に警察が来たんですよ。だから当然そのもうねこの事故の処理もありますし、で小さなとこなんで周りの住民の方ももう集まっちゃって、はい、このディレクターの方ちょっと内心どうしたらいいね、仕事のこれもこれちょっと今まで通りはできないし、もうこうなったらみんな知ってるからこれえらい騒ぎになるわ、はい。で警察の方がその牧場主の方を、まあ、事情聴取もあるんでちょっと一回署までお願いします、はい、ディレクターの方 もいるわけにはいかないんで、じゃあ僕もちょっとホテルに戻ります、何かちょっとまた状況が分かったら教えてくださいって言ってこうホテルに戻って、どうしようかななんてことがあって考えて眠れなかったっていうんですよ、
で朝方になって、まあ、自分のこの仕事の、まあ、関係者に電話してたらテレビがねパッてまあニュース番組にふとやっぱ目についたんですよ、はい、そしたら昨日あったその夜の事故が速報でやってるって言うんですよ、はい、早いなやっぱりこんなにすぐバレちゃうというか、はい、その知れ渡るもんなんやいやこれはもうこの仕事どうにもできないよなって思ってテレビを見てたら昨夜未明このどこどこのどこどこの農道で、軽トラックが、事故を起こしましたとで乗っていたのは女性の何々さん彼女は酔っ払って車を運転した結果農道に突っ込んで、まあ、渋滞となってますってなってあの人は、うん、そのニュース見ても本当に事故を起こしたはずの男の人の名前一切出なかったっていう、まあ、自分でもちょっと今さっき数時間前なんなら寝てもいないから記憶なんか鮮明なままですよ、確認もしたいし電話かけるんですよ、うん電話かけるけどなかなか誰もつながらないって言ってた中でその牧場でちょっとジムみたいなのやってた方にだけバッて連絡がつながって、はい、めちゃくちゃびっくりするぐらい、まあ、とぼけるというか、ええって言っていやうちの何々はそもそも昨日いなかったですよ、いやいやそんなわけないじゃんだって喋ってなんなら一緒に酒飲んで全員見てるで、はい、ってなったそれでも本人には連絡取れないしそのジムの方はいやいや昨日はいらっしゃらなかったよだもうこれずっとオウム返しになるから連絡取れないからパッて消すしかない、まあ、その方ってまあいろんなものに出られてたり自分でもこう、まあ、チャンネルで発信とかされてたところにアップロードされるんですよでそのまあ出た動画っていうのが西日本の空港でその事件をニュースで見て驚いて言葉が出ませんって喋ってるその方がアップされてるんですよ、はい、いや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 お前がやったんやでって思うけどその動画を撮ってる方とその事故を起こした本人がさもその事故をさっき聞いてなんでこんなことなったんやろってショックを受けた動画がアップされてで結局それってそのディレクターさんが、まあ、知ってるわけじゃないですか、うん、なんですけどどこのニュース見てもその事故を起こしたのは女性が単独っていうことしか出なかったひどいでこれがどうしようもこう自分の中の気持ちが収まらないんで、うん、何回も何回もその聞いたらしいですね、そのやっぱり事務員の方に聞くんですけど、もう非常に言葉を濁して一言だけ、うん、この辺の人ってこの牧場のおかげで生きてる人ばっかりですからねとだけ一言言って、はい、その事件はそこからもう何も解明されないまま消えていった警察官自体は別に利害関係はないんですけど警察官の家族であるとか、はい、親戚の中にそこと仕事してる人がいるから俺がこれ言ったらあの人も亡くなるのかとかって考えると俺さえ言わなければが全員共通認識になるんでしょうね東京とかだと人数が多いから全員をこうね抱き込むことはできないですけど田舎の方だと全員が利害関係者でそれも全員隠しきれる人数というですね大きな密室殺人みたいな町とかっていう単位だと容易にこの事件をもみ消せるというか、うん、になってったというしかないですよね。これももうちょっと日本の北側としかちょっと言えないんですけど、はいはい、とある田舎の町の話なんですよ、はい、この町の、まあ、町長さんをされてたまあ、おじいさんがいるんですけどその方も亡くなったんですけど、はい、その、まあ、後取りもいた家族なんですよでこの家族のがもちろん町長さんのね、まあ、後の家族ですから、まあ、地元でもめちゃくちゃ有名ですし、はい、まあ、まだ未だに力もめちゃくちゃあるらしいんですよねでそこにこのご家族がねたくさんいらっしゃって、まあ、そのおじいさんでおばあさんで、まあ、息子って言ってでこの方が次後継を継ぐってなってるんですけど、うん、娘さんも
4人ほどいるんですよ、はい、長女の方ですよね、がこう、まあ、旦那さんをこう、ね、東京の方をちょっと来ていただいて、はい、まあ、嫁いでもらってこう家族みんなでこう暮らしてるんですけど、この旦那さんっていうのがこう酒にちょっとこの弱いところがあって、はい、例えば酒に酔った帰り道にガードレールにバカーンとぶつかってガードレールをへし折っちゃうんですけど、それももう地元では絶対に事件化はされないんですよ、はい、まあそこのあの人かっていうぐらいになって警察が来たとしてもただの物損というだけでっていう処理がずっと続いてたんですよ。そうなんですか。でこれで多分この旦那さんってまあちょっと甘く見ちゃったのもあるんですよね、はい、そういう事故を本当にね繰り返してしまったんですよ、はい、でもこの後継の方がねそろそろその次の町長を目指すってなってた矢先にもこの事故をバーンって起こすんですよ、はい、それ以来この旦那さんその町で姿見た人いなくなるんですよ。まあ町のいろんな方がそれも口もつぐむというか、いやいなくなったっていうのは分かるけど、うん、どこに行ったかも分からへんし、そんなことわざわざ詮索したくないみたいなことで、誰もその存在知らなくなるんですよ、はい、どんな手法で、そもそも今の日本で人を一人消すでそんなことできるわけがないというか、バレるじゃないですか。そしたら僕実際ここのご家族の方のとある人に話をこうやって聞いてると、いやいやそんなに難しいことじゃなくて、その人まだ生きてんのよって言うんですよ。生きてるけど一生外には出てこれないよね。どういうことですかっていうと、地元にある病院にずっと入院させてるって言うんですよ。それがいわゆるこの、まあ、精神科の病院で、お酒の、まあ、言ったらこのアルコール中毒ということで診断されて、そのまま病院に入ってるんですけど、結局ああいう精神科の病院ってなると主治医の人が、ああもうこの方は出て大丈夫ですよっていう許可を与えない限り、もうちょっと経過見ないとなって言い続けたらずっと入れれるっていうんですよ。だからあの人は一生様子を見続けなあかんっていうことを言われ続けて、多分死ぬまで病院から出れないんだろうねって言ってて、奥さんはお嬢さんです。そうですよね、はい、で普通に考えてば旦那のことが、ね、もちろん結婚するぐらいですから好きなんでしょうけど、お子さんがもうできてるのもあるんですよ。例えば今から自分が外に出て、まあ、年齢も年齢なんで働いて育てるっていうこの天秤にどうしてもかけてしまう、はい、で、まあ、旦那のことはもちろん好きやけど、まあ、やったこともダメっていうのも分かってる奥様もこういろいろ思うところはあるんでしょうけど、旦那さんと子供と子供を取ったと、それに対して文句は言わないというか、まあ、あるんでしょうけど口には出せない状況みたいで、ご家族の方とも会ってお話したんですけど、本当に家族同士でこうやって喋ってるのを見ても、最初から本当にいなかったようにしか喋らないんですよ。名前を出すこともその家族内じゃもう許されないっていう。じゃああなたのお父さんは何たらかんたらって言えないじゃん。そうなんです。だからこれをずっと考えてるって言ってました。言うとしたらそのどうしてもそのお酒の病気に、まあ、そこは本当なんですけど、アルコールの病気になって亡くなったとしか言えないと言ってました。病院に入れられちゃったらなかなか出れないです、はい、そうですね。だからまあ可能性があるとしたら、例えばその病院が何かで潰れてしまうとか、病院のその主治医の方がなんか亡くなったりした時に果たしてどれだけ力が及ぶのかっていうことを心配されてて、それを心配されてるっていうのが、いや何ともこの人の心と違う部分を感じるというか、自分の都合だけで物として考えてるんだなっていう感じる恐ろしさ、東京にいるとあんまり感じないんですけど、やっぱりこの地方に行くと、いわゆる町のそのお仕事をいっぱいやってる人とか、その町の町長であったりというのは、僕らが想像する以上のこう権力を持ってて、ね、どうしてもその警察をどうこうするというよりも、このまあコネと言ったらあれですけど、知人同士でちょっとここは黙っててくれないかとか、これお願いできないかっていう
この力を利用しきると人を一人消すことはできるんだなという。これでも本当になんか都市伝説いうには僕は実際地元の人に会って話を聞いちゃったので、都市伝説でもないというか、取材されたんですもんね。表に出てないだけの事件という感じですよね。鳥肌ストーリーをまたまたありがとうございました。ありがとうございます。これはコラボでお送りしておりますので、ぜひ両方のチャンネルご覧ください。家田翔子チャンネルでした。また。